みんなの音ブロックチャンネルへようこそ。このチャンネルでは主にマインクラフトの音ブロックを使った演奏の作り方や楽しみ方を提案する内容になります。皆様にお伝えしたい大事なことが3点ありますので、しばらくお付き合いください。またこのチャンネルでは複数の実況者で動画を作っています。メンバーは私エバサシとアンズさん、死神さん、ポチさん、シンコさん、ブックムくんさんの6人ですが、今後増えていくかもしれません。動画のオープニングに担当したメンバーのドット絵が出ますので確認ください。大事なこと1点目、リクエストについて。皆様からいただいたリクエストはおよそ順番に作っています。作る箇所はサビのみです。回路の種類はテンポに合わせて自動で選びます。この動画を作っている時点で現在30ヶ月待ちなのですが、順番を早くする方法が2つあります。1つ目の方法は、動画のコメントで最速の1コメを3回連続で撮る。動画は夜8時から9時までの間に投稿します。1人1回までとさせていただきますが、最初のコメントを3回連続で撮るとリクエスト優先権 N をプレゼントします。投稿通知が行く設定にしておけば1コメを撮るチャンスが増えますので、登録がまだの方はチャンネル登録をして通知設定をオンにしてください。2つ目の方法は、リクエスト人気投票でたくさん票を獲得する。不定期でリクエスト人気投票を行っています。この投票によりたくさん票を得た曲については翌月順番無視して優先的に作ります。しかも特に票が多かった上位の曲は少し豪華に作ります。大事なこと2点目、ロングバージョンについて。投稿動画のほとんどは曲の盛り上がるサビの部分だけを投稿しております。この動画が3万再生数を超えるとロングバージョンが出ます。もう少し長く聴きたいという曲がありましたら、共有ボタンを押して SNS で拡散するか毎日見ていってくださいね。大事なこと3点目、動画投稿について。このチャンネルを参考にして作った演奏動画はどんどん YouTube にアップしてください。投稿の際に動画の概要欄である本文に、みんなの音ブロックチャンネルを見て作りました、URL はこちらですとリンクを貼ってもらえると大変嬉しいです。 URL 付きの動画を5個アップしていただくと、みんなの音ブロックチャンネルで使えるポイントを1つ差し上げます。ポイントを使うことで人気投票時にみんなより1人分多く投票できます。このポイント2つでリクエスト優先権 N と交換することができ、7つでリクエスト優先権 SR と交換できます。獲得したポイントはスコアランキングとして一覧表にまとめます。概要欄に URL がないもの、未完成なもの、効果音回路については無効とします。すでに投稿している動画も URL を付け直していただければカウントいたしますので、改めてご連絡ください。というわけで、これからもみんなの音ブロックチャンネルをよろしくお願いします。音ブロック演奏でマインクラフトを楽しんでみてはいかがですか。おすすめ動画とチャンネル登録はこちらから。ご視聴ありがとうございました。